私は人形ではない。確かに私は作られた存在かもしれない。でも私にも意志はあるのです。私はこの世界を、世界に暮らす人々を守りたい。家族を、妹を守りたい。それが私の果たすべき唯一の使命です。確かに私は今、胸を引き裂かれるほどの苦しみと悲しみを感じています。こうして立っていられるのが不思議なほどに。けれど私はこの痛みを、初めて感じるこの気持ちを消し去りたいとは思いません。なぜならこの痛みこそが、私が人形の騎士ではなく一人の人間であることを教えてくれるからです。私はもう大丈夫。きっとこれからもいろいろ迷ったり悩んだりくじけたりするでしょうけど、でも前に進むわ。あなたと、そして私が求めるもののために。